今日のアイテムショップ何売ってんやろ。え、何これ。え、めちゃくちゃかっこいいやん。 1200Vバックスか。だけどめちゃくちゃかっこいいよな。でも今 Vバックスないしな。どうしよう。貯金箱か。着よっかな。でもな、わたるめっちゃ貯金箱にお金貯めとうやん。めっちゃ賢いやん。これからも頑張りよ。わたるこのお金はほんまに大切にしよ。無駄遣いしたらあかんで。ちゃんと貯めとくやで。お母さんにああ言われたけど、だけどめちゃくちゃ欲しいよな。でもこの貯金箱のお金は俺のやし、顔おった。ついにこの貯金箱を開ける時が来た。一体いくら入ってんやろな。よっしゃ、行くぞ。よし、じゃあ数えるぞ。結構たんまりとある。じゃあ小銭を並べていくぞ。まず大きい方から順に。500円はよし、並べ終わったぞ。1万円が4枚、5000円が1000円札が12枚、500円が7枚あります。100円が337枚です。50円が42枚、10円が106枚、5円が11枚で、1円が4枚です。外国のお金、外国のお金、意味不明。全部で97,419円で、めちゃくちゃ多い。これでいっぱいの金買うぞ。よし、買ったぞ。もうすげえ。これあ、ちょっとこれスタイルチェンジもいいよ。これすげえ風景。これ絶対チャレンジしてゲットしよう。上がる宿題と明日も用意しよう。え、渡る、これ何、え、これって渡るの貯金箱ちゃん。え、うん、お母さんが大事にしようって言ったやっちゃん。うん、なんで開けたん。え、あの、開けたかっただけ。ちょっとこっち来た。別にいいやん。うん、なんて別にいいやん。これ俺のお金なんか。わたる、これなんで開けたん。いや、別に俺のお金なんかいいやん。何に使ったんか言いなさい。使ってないし。使ったから開けたんじゃん。いや、金額が気になったんやって。そのお金持ってきてみ。いや、もう使ってないと持ってくれるやろ。なんだ。ほんま何に使ったか言うて。いや、使ってないから。使ってないって。なんで開けてん、ほんまに。もんで持ってこられへん。めんどくさいから。めんどくさいから。そんなことわざわざしなくて。いや、はぁ、いつからそんなこと言うようになったの。もう、ちゃん関係ないから。マジ、待ちな、待ちな。なんなん、どこ行こうとしたな。普通に戻ろうと思って。なんか都合悪いことあるから行こうとしたやろ。なあ、自分にとって都合の悪いことがあるから今行こうとしたんちゃうんか。待ちな、ちょっと待ち、戻ってきなさい。もうな、どこ行くねん。まだ話終わってないのどこに行くんよ。まだ話終わってないのどこ行くんや。戻ってきな。いや、ほんまに戻ってき。別に関係ないから。何が。いや、ほんまに関係ないから。何が関係ない。いや、何が関係ないんじゃなくてさ、俺のお金やろ。いや、お母さん、じゃあ使い方をな、お母さんはちゃんと教えたっとやろ。またしょうもないものに使ったんちゃうかって思っとんや、お母さんは。えっ、何すんねん。なあ、今お母さんのこと叩いた今。なあ、なあ、こっち来な。なん、そっちか。こっち来な。今何したんや。何した言うてみな。ん、言うて。いや、ただ振り払っただけやしよ。なんで振り払っとんねん。振り払ってええと思っとんな。あ、もうこっちおいで。来た
ますよ、ちゃんと。もう分かったって、もう分かった。何や、何が分かったよね。何それ。母の日のプレゼント、これを買うために貯金箱を開けたんや。何や、そんなことな。そんなんやったら言うてくれたらよかったのに、ほんまに。なんで隠すんや。これ開けていい？ゲームしよう。わたる、これ開けていい？え、お母さん、それ俺が買ったお母さんの母の日のプレゼント。え？はい、開ける。うん、ありがとう。え？これたけちゃんの？うん。え、これたけるちゃんのやつ？ってことは。わたる、新しいスキン買うとるやんけ。あーやこら、なんでやこら。おい、わたるがお母様へのプレゼントを買ったって、わたるのプレゼントを買ったって。スキン買うとるやないかい。もうパーティーやめろ。スキン買うとるやないかい。お母さん、なんて言うた？これ大事に使いよって言うたやんな。大事に使うよ。いつからそんなこと言うようになったの？なあ、なあ。お前は何か早行けよ。いや違うね、あっとんのに。早行けよ。いや違う、全然行かへんよ。喋ったら笑ってまうからさ。いやだから早く行ったらええやん。なんでその前にずっととどまるの。都合の悪いことがあるから今行こうとしたんちゃうんか。いや別にいいやん。あかんか、お前なんで手握る。おかしい。お互いが激しくで行くで、激しく行くで、伊勢の。はい、いいから。いや全然激しくないし、いいから。ペチペチ叩いただけ。なんで隠すのよ、隠さんと言うてくれたらよかったのに。ありがとう。つけるわ、これつけるわ。聞こえる。喋らなあかんやん。目線だけってこと。目線は変えてない。何をしとった？目線で。今の何をしとった？目線で。歌舞伎で。歌舞伎で睨みを聞かせとったんか？中学校退学になりました。わたる、帰ってきたらただいまやろ。うるせえな、クソババ。もう中学生になった途端にぐれって思って、もうどうしたんやろ。向かいだ中学校。中学校やん。もしもし。もしもし、機械田中学校で渡くんの担任をしている、もう結構です。お世話になってます。お世話になります。渡くんのお母さんでしょうか。はい、そうです。すいません、ちょっと非常に言いにくいんですけど、はい、この度もしかしたら渡くんにちょっと退学してもらわないといけないっていう事案が出てきてしまって。退学？退学ですか。そうなんです。なんで？あの、わたるくんが隠れてタバコを吸っているっていう連絡が入ったんですよ。タバコ？ちょっと今調査中で、はっきりとはわからないんですけど。いや、わたるがそんなことするはずないんですけど。タバコを吸っているのを見たっていう、あの、電話がありまして。いや、何かの間違いだと思うんですけど。わかりました、とりあえずあの本人に確認しておきます。そうですね、はい。まあ、私たちも渡るくんがそんなことをするとは思えないんですよね。よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、すいません、よろしくお願いします。失礼します。嘘やろ。最近態度が悪い時はあるけど、渡るに限ってタバコなんてありえへん。渡る！え？今学校から電話があったんやけど、あんたタバコ吸っとったん？は？タバコ？
人がおるんやって。吸ってないって言ってやろが。俺が言ったこと信じられへんのかよ。ふざけんな。渡る。お父さん。え、何？今日学校から渡るがタバコを吸っとったのを見た人がおるっていう電話があって、うん、もしそれがほんまのことやったら退学になるらしいんやんか。マジで？そんな渡る、そんなタバコなんか吸わへんやろあいつ。私もそう思ってさ、渡るに聞こうと思ってさ、うん、言ったんやけどさ、うん、渡るが怒ってちゃんと話できへんかったん。まあでもあれやな、さすがにタバコはないと思うけど、何、最近服装もさちょっとルーズというかだらしなくなってきてるしさ、うん、でなんか態度もさ悪いな、うん、まあちょっと渡るの様子見とかなあかんかもな。そうやな、うん。喧嘩しようとおら、やっぱタバコは必要だな。めっちゃ不良みたいなこと言っとるやん。しかもタバコって。お父さん、お父さん。何？渡るやっぱりヤンキーみたいな喋り方しとうわ。しかもやっぱタバコ必要やなとか、なんかそんなこと言っとったで。マジで？うん。やばいな。マジでやばいわ。もうちょっと早くトイレから出てきて、もう。1時間も待てるわけないやろ。早く出てこい。早く。早く。何時間入っとくつもりや、息子。早く行くぞ。早く行くぞ。やめろやそんなどうしたんやろ。渡る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 。え、渡る何しとん？ちょっと勝手に入ってこんといてよ。たけるちゃんの誕生日が近いからさ、出し物さ、練習しとったのに。やめてよ。え、じゃあほんまに不良になったわけじゃないの？え、当たり前やん。俺が不良になるわけだよ。え、じゃあそのタバコは何なん？うん？これ？ここはシガレットやけど。何や、もうびっくりするやん。あー、たけるちゃんの誕生日まで秘密ちゃったのにバレたんだか。おたる、今見せて。何しとそれ。何しとそれ。え、それ何しとん。え、男の群章を歌いながら踊ってるんだ。全然歌えてない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 。全然歌めちゃくちゃグッドや。ヤンキーじゃない。どうしたんやろ。いちいちこっち見んねん。なんやねん。お前うっせクソババア。なんだよロボパパ。いや、あのバカならやりそうですね。バカ、クソバカならね。はっ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 は。来いだ。え、渡る。え、なんかおかしいな。なんそんな笑顔。渡る。もう彩香さん取って押さえて。何か。え？渡るらへん。お、そのでかい腹。なんで？伊勢の、はい。え、渡る何しとん？はい、オッケー。わへー！最後に。え？うんちを歌います。うんちの歌を歌います。うんちはうんち体操。汚い茶色い生命体、汚くて
人間から生まれた生命体。色が変でドロドロしてる。汚くてうんこジュース。汚すぎる。地下労働してる人の元に届いてる。終わり。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。